はい、皆さんこんにちは、コージーです。今回はアフターエフェクトの親子関係とヌルオブジェクトについて解説していきたいと思います。アフターエフェクト内ではレイヤー同士をリンクさせて親子関係を持たせることができます。親子関係を一言で説明すると、子が親についていく機能です。子供をこのように動かしても親は追従しません。ヌルオブジェクトレイヤーとは、他のレイヤーと同じようにパラメーターを持ちながらも視覚的に実体がない透明な平面レイヤーです。それ自体は透明なので、レンダリング結果に表示されることはありません。まずヌルを作成すると、赤い枠と左上にアンカーポイントが表示されていますが、この赤枠はヌルの平面の大きさのガイドとして表示されています。ヌルを作成すると、透明で実体がない100px×100px の平面レイヤーとして作成されます。ですが実体がないので、サイズは気にする必要はありません。なので赤枠は気にしなくていいのですが、左上にあるアンカーポイントの位置は重要になってきます。このヌルですが、どんな時に使うかというと、親子関係の親として指定して他のレイヤーをコントロールするのに使用します。なので親子関係とヌルは切っても切れない関係で、ヌルを扱う場合は親子関係の知識が必要になります。ではヌルを使用する前に、まず親子関係について説明します。ここに親のアイコンと子のアイコンと孫のアイコンを用意しました。親子関係を指定するには、親とリンクというエリアから指定します。ない場合は右クリックの列から選択して表示させてください。親子関係を一言で説明すると、子が親についていく機能です。このアイコンのプルダウンメニューから親を指定します。これで親のレイヤーの位置を動かすと、このレイヤーもついていきます。回転をしてもこのようについていきます。スケールも同様です。これはアニメーションの基礎ですが、回転とスケールについてはアンカーポイントを中心としてアニメーションします。親レイヤーを動かす場合、基準点となるアンカーポイントについては、当然親のレイヤーのアンカーポイントを使用します。親子関係を設定している場合、親を動かすと子も親についていくので、子も親のアンカーポイントを中心にアニメーションすることになります。なので親子関係を使う際は、親のアンカーポイントの位置も重要になります。親子関係を設定するには、今やったようにプルダウンメニューで指定するか、他の方法としてこの渦巻きマークからも指定できます。この渦巻きマークはピックウィップといって、このピックウィップをドラッグすると紐が引っ張れます。親として指定したいレイヤーで話すと、同じように親として指定できます。ここでは孫のピックウィップを子レイヤーに引っ張ります。これでこのような正しい親子関係を設定できました。これで親レイヤーの変更が子にも影響し、子が動くことにより孫もその影響を受けます。親子関係はこのように、親は子が動いても影響を受けません。孫レイヤーは子レイヤーを親に指定しているので影響を受けます。ではコンポジションを変えます。今の応用としてこのような人形を用意しました。この人形を動かせるように親子関係を設定していきます。このイラストのレイヤーは骨盤を中心として胴体と頭、腕は上腕と前腕と手と3つに分かれていて、足も太ももの状態と膝から下の硬い部分と足部分の3つに分かれています。これを胴体から順番に親子関係を正しく設定します。やっていることは先ほどと同じです。頭の親を体に、体の親を骨盤に設定します。手の親を前腕に、前腕の親を上腕に、上腕の親を体にします。逆側の腕も同様に設定します。足の親を下体に、下体の親を上体に、上体の親を骨盤に設定します。
逆側の足も同様に設定します。そしてアンカーポイントを関節部分に動かします。アンカーポイントツールを使用するとアンカーポイントを動かすことができます。それぞれの部位の関節部分にアンカーポイントを移動します。親を動かせば子も動き、当然子が動くということは孫も動きますので、アンカーポイントが関節の支点部分に正しく設定されていれば、このように人形は正しく動くようになります。回転のパラメータを動かすことで親のアンカーポイント、つまり関節を支点として子供も一緒に回転するので、このようにアニメーションさせることができます。骨盤はすべての親になるので、回転させると体全体が回転します。1秒のところですべての回転を0度にしてキーを打ってみます。キーに Easy Ease をかけて簡単ではありますが、このような動きを作ることができました。これがキャラクターを動かすアニメーションの基本です。動画がためになったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ではまたコンポジションを変えてこのようなアニメーションがついているものを用意しました。文字のレイヤーすべてに位置とスケールにキーフレームが打ってあります。これをまとめて動かしたい場合どうするか。一般的なやり方の一つは動かしたいレイヤーをまとめてプリコンポーズしてネスト化されたコンポジションを動かすというやり方です。これならまとめて動かせますよね。ですが、むやみにコンポジションを増やすのはおすすめできません。プリコンポジションを作成することはプロジェクトを複雑にしていきます。Photoshop のグループのように気軽にプリコンポジションを増やすのはおすすめできません。その理由は AE のプリコンポジションは Photoshop でいうグループではなくスマートオブジェクトに似ていてダブルクリックして別のウィンドウで開かないと中身を確認できないので、これが何階層にも深くなるとプロジェクトは複雑になっていきます。作業がしづらくなっていきます。必要なら作成するべきでしょうが、特にネスト化するメリットがないならここで2つ目の方法として親子関係を使用するのがおすすめです。そしてここで登場するのがヌルオブジェクトです。ヌルオブジェクトは他のレイヤー同様パラメーターを持ちながらも実体がないレイヤーです。なのでヌルレイヤーを他のレイヤーの親として指定して親であるヌルレイヤーを動かすことでまとめて動かすことができます。右クリック新規ヌルオブジェクトを押すか、ヌルは頻繁に作るのでショートカットを使用してください。ショートカットはコントロールプラスオルトプラスシフトプラス Y です。動かしたいレイヤーをすべて選択してピックイップでヌルまで引っ張ります。これですべてのレイヤーがヌルの子供になりました。ヌルは実体がないのでこう動かすコントローラーとして気軽に使用できます。これでこの個別のアニメーションを壊さずにまとめて動かすことができました。他に親子関係で注意しなくてはいけないのが現在の時間に基づいて親子関係が設定されるという点です。親レイヤーがアニメーションをしている場合、親子関係の適用や解除した時の現在の時間が重要になります。つまりこのインジケーターの位置が重要になります。実際にやってみましょう。このコンポジションではトロッコがこのようにアニメーションしています。このトロッコにキャラクターを乗せたいと思います。トロッコの動きにキャラクターが追従してほしいのでキャラクターからピックイップを引っ張り親にトロッコのレイヤーを指定します。
トロッコにはすでにアニメーションがついているので、2秒25フレのアニメーションが終わったところでキャラクターを乗せて親子付けすると、その時点でのトランスフォームで親子関係が適用されるので、このようなアニメーションになります。これで正しくアニメーションさせることができました。親子付けをする前に戻して、1秒10フレーム地点で親子関係に指定すると、その地点から追従するので、このようなアニメーションになってしまいます。当たり前のことですが、これが親子関係の特徴ですので覚えておきましょう。親子関係を解除する場合も同様のことで、例えばトロッコが登り切った1秒27フレのところで親子関係を解除してみましょう。解除するにはプルダウンメニューでなしを選択するか、コントロールを押しながら渦巻きマークをクリックします。するとその瞬間から子は親についていかなくなるので、1秒27フレの地点に置いていかれて、結果的にキャラクターはトロッコの影響で移動され、傾いた状態になってしまいました。このように親がアニメーションしている場合には、親子付けを設定したり、解除したりする際は注意が必要です。皆さん、親子関係について理解できましたでしょうか？親子関係は AE でアニメーションさせるときに必須の機能になりますし、親子関係を使用するということは、おのずとヌルレイヤーを使用することになると思います。初心者の人にとっては、この動画で簡単にヌルと親子関係について理解してもらえたと思います。この動画で親子関係を結んだ時のパラメーターの変化や、オルト・シフトを使った親子関係について解説をする予定でしたが、長くなってしまったので別の動画にする予定です。ヌルに関しても他の使い道について別の動画でやりたいと思います。ということで今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。